皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月の13日、11時25分なんですけども、かまど発電について、ホームページ淡井圭介の履歴の、55番から見ていただいたら、まあよくわかるかと思います。まあ政治家の方たちとか教育委員会の管轄になってくる分はあるでしょうから、まあ、文部科学大臣とかの、承認と、あと、まあ、エネルギー担当長、エネルギー庁の方たちなどの意見を加えて、蒲田発電始めていただけたらなと思います。ですので、まあ、一つの例として、神戸市北高校編と、三田学園編について、ちょっと地図を、写しながら、説明したいと思います。地図を、した方がいいかな。ちょっとね、ピントがしっかりと合ってるかどうかわからないんですけども、まず、こちら、神戸市の、北高校がこちらなんです。で、この沿線沿いが、神戸電鉄なんですけども、まあ、南の方は谷上駅あたりまでを、まあ、この近辺までのところまでを南の方までの範囲として、まあ、この両サイドに、竹、枯れてる竹とかいっぱいあります。で、色が変わってる竹とかも、あと倒木と、バイオマス発電に使用していただいたら結構です。で、ホームページは YKS 利益の55番のところに、神戸電鉄のこちら、まあ、田尾寺駅から、二郎駅の間だとか、この田尾寺駅から、こちら、西の方に、進んでいただいたら、この吉尾ランプというまでの間のところで、この辺りの区間で、まあ、枯れている竹、軽く1000本は、あります。あと、まあ、二郎の、まあ、この辺りがまあ山間部なんですけども、田尾寺駅から二郎、あと道場南口の、この辺りとかも、枯れてるだけ、いっぱいあります。沿線沿いで私が撮影しているところ以外にもね、こちらの方の、山の方のところにもありますんで、で、まあ、その、枯れてるだけを、枯れてる竹とか倒木をとにかく、集めていただいて、発電していただくと。そうすることによって、また枯れてる竹を取り除くと、そのところから、まあ、あと、枯れてる竹のその根っこの部分のところもある程度取り除いてほしいんですけども、青い竹のところから根が生えてきて、そこから新しい竹の子が生えてきて、新しい竹が生えてくるんで、その自然と自給自足、植林などをしなくても、まあ、ある程度できる部分があるんで、で、あと、三田学園を一つの例に挙げてるんですけども、この新鉄横山駅の近くに、ここ、見えますかね、三田学園って書かれてるんですけども、この辺りの高校は、まあ、東の方は、まあ、この辺りぐらいまで、西の方は、まあ、この辺りぐらいまで。まあ、学校から、まあ、この辺り、長尾河川のところぐらいのところだったら、まあ、歩いて30分なり1時間なりで行けますんで、土日祝日利用していただいたらね、しっかりと、この近隣にも、枯れてる木とか、竹いっぱいあります。で、まあ、範囲は、南の方は、まあ、道場南口ぐらいまでのところ考えていただいて、この電車、まあ、神戸電鉄さんと協力していただいて、まあ、電車に乗せさせていただくと、まあ、枯れてる竹を。その、電車っていうものは、採石車、あと、昔木材を乗せても走ったりとかもしてたんですけども、ああいう風なものを利用して、枯れてる竹を乗せさせていただく。で、基本的に、まあ、三田学園の方でしたら横山駅で降ろして、まあ、階段登って、まあ、駅の改札口通過というような形になるんで、まあ、現場の方でね、枯れてる竹を、まあ長さ2メートルぐらいのところまで切断しておくと。まあ斧とかがあったら一撃で、切れると思うんでね。一回振り下ろすだけで。まあ簡単にできると思います。
神戸北高校だと、範囲が結構広いんですけども、そういうふうな採石車に乗せてもらうことによって、運ぶ時の運搬、ガソリンの消費とかを考えた時に、各駅で止まるわけじゃないんですよ。そのまま、唐戸台駅、唐戸台駅の近くに神戸北高校があったと思いますけども、各駅通過しますんでね、エネルギー効率が、非常に良いと、運搬するときに、信号待ちとかがないんでね、こういうふうな形を、粟井圭介がこう述べてることを聞いていただいて、撮影できてないところの学校に関しては、そういうふうにうまく動くことによって、できるだけガソリンを使わないで、かまど発電を利用すると。そういうふうなところで覚えていただきたい。で、あと、河川水門開閉式ダム発電の方の、ドントダム、谷上駅からドントダムへ向かって撮影しているところで、この神戸電鉄の美濃谷駅の近くに、山田中学校というところがあるんです。この青葉台って書かれているところの、もうちょっと東の方ですね。この辺りにあります。あと、この辺りに、山田小学校というところがあるんですけども、あと、この道路の、手前とか、この河川沿いのところとかに、枯れてる竹とか倒木はものすごくたくさんあります。その撮影してるところを見ていただいたらわかるかと思うんですけども、周りが山に囲まれてるんでね。この辺りも、学校の先生がかまど発電を行うか、誰か、人を雇って、かまど発電を行ってもらうか、冬場に限り。そういうふうな形と、あと、こちらの方の、この辺りがね、ドントダムと呼ばれるようなところになってくるんですけども、この辺りの方の住宅の方たちで、この手前の方のところに、竹の林とかいっぱいあって、で、各家庭でね、売電方式を用いて、自宅で、冬場ぐらいは、暖を得ながら、かまど発電を行ってもらうと。そういうふうなところを、普及させていただけたらなと思います。三田市で言うと、こちらが三田市の地図なんですけども、こちらの、戦場寺湖。読み方は間違ってるかもしれませんけども、青のダムと書かれていますけども、青のダムでもいいです。ダムと、あと、湖の名前は一体化されているんで、こういうふうなところでね、このダムに、続いている河川、こういうふうなところの上流部とかに住まれている方とかね、周り、木に囲まれてるんで、倒木とか枯れてるだけ、簡単に採取できると思います。こういったところの一般家庭にも、普及するような形で、かまど発電を。そうすることによって、エネルギーの、普通に、電気を使っていたら、原発以外に、石炭の火力発電所やガス火力発電所、特に早くガス火力発電所を止めたい。そうすることによって、エネルギーの残存量問題に関しては36番ホームページ、粟井圭介の歴を見ていただいたらわかるかと思います。世界的に技術的に採掘可能埋蔵量が49年分しかないんですよ。だから、できるだけ自分たちで、エネルギーを作り出さなきゃならない。発電しなきゃならない。そうすることによって、これがプラスマイナスだいぶ変わってきますんでね。一般家庭へのかまど発電も、例えば、東北、北海道、長野県など、兵庫県でも田舎の方のところは結構ありますんで、そういうふうなところでね、日本全体で、500万世帯まで一般家庭に普及したりだとか、あと学校、関係のところに、かまど発電を普及させることが、学校関係でね、小中学校の場所によっては混ざってきます。で、都市部のところの、運動部のある高校、大学も考えてたんですけども、無理のあるところは、
そこそこあると思うんですよ。ある程度山間部のところじゃないと難しい部分はあるんで、ただし海に関してはある程度流木とか流れてきてる部分もあるんで、あと都会の場合は家屋を解体した時に、まあ人口密集地帯ですからたくさん家ありますよね。家屋を解体した時に木材が出てくるんですよ。だからその辺のところで、その木材をどう使うか、例えば銭湯とかで使われているところは使われている地域があります。で、かたや、まあ、燃えるゴミのところで、ガスを使うんじゃなくて、木を燃やして、燃えるゴミを焼却すると、プラスそれで発電まで行えたら、まあ、行っているところも行っているんですけども、そこガスじゃなくて、ね、木で使うんであれば、まあ都会のところのその運動部があっても高校大学にはかまど発電は設置しないというような形になってくるかと思います。ただ暖を得るのにね、まあ薪発電みたいな形でね、用意していただけたらいいかなと思います。あ、そのエアコンとかを使用したりだとか灯油とかを使用して、暖を得てるぐらいだったらそちらに切り替えてくださいっていうのは、例えば、ちょっと持ってきますね。例えば、神戸市だったら、こういうふうなものが、配布されています。一月に1回、まあ、神戸市の、まあ、これは新聞ではないんですけども、まあ、こういった燃えやすいものっていうものが、例えば牛乳パックであったりだとか、まあ、段ボールであったりだとか、まあ、段ボールなんてものはなかなか、何か購入しない限り、まあ手に入ることはないんですけども、まあ、他にも例えば燃えやすいもので言ったら、例えばこういうふうな箱のティッシュペーパーありますよね。これ使い切った後、周り紙ですから非常に燃えやすい。こういったものを、まあ、例えば、春から秋にかけて各家庭でしっかりと保管しておいてもらって、で、各学校、小中学校や、まあ冬は、今までストーブとかエアコンを使用して、暖を得ていたところなどは、そういったものでね、とりあえず、こういったものを各世帯から集めて、暖を得てもらうと。まあこういうふうな形で、消費をとにかく抑えていきたいというのが、私の狙いです。で、やっぱりいろいろ撮影行かなかったら、どこの小中学校までがそのかまど発電とかに適しているかっていうところ、まあ周りその枯れてる竹とかね、竹林とか倒木とかいろいろ撮影して回りながらで、確認してる方なので、あと、ここからまあ行政の方たちへの、お願いなんですけども、まあ火葬場に関してなんですけども、これは場所によるんですけども、もともと木炭とかを使用して、お亡くなりになられた方を火葬されているところはもともとあります。私の祖母が亡くなった時はそうなんですけども、まあまあ、神戸市北区鈴蘭台の、近辺の、火葬場、まあ六甲山の方だったと思います。あちらの方にちょっと入っていったところに火葬場があったと思うんですけども、木炭を使用していたはず、あ、もしくはね、ちょっと記憶違いだったかもしれないですね。日踊り谷の方かもしれないですね。まあ、あのあたりも周りが完全に山なので、まあ、木とかは採取しやすいとは思うんですけども、そういうような形で、ガスを使用しているその火葬場に関して、山間部に関しては、これはできるだけ、木とか、
まあ、要するに木炭ですね。あの木炭に別に加工しなくてもいいと思うんです。もうある程度天日干しで水分抜けた木だったら燃えやすいんで、あとは風の送り方次第で、高い温度に持っていけますんでね。まあ、ちょっと時間はかかるかもしれませんけども、ガスと比べて火葬場に関してはそういうふうな形でガスから、チェンジするような形にしなかったら、これはガスの消費をいろいろなところで抑えていく工夫をしなかったらどうしようもないんで、まあこういったことも行政として、対応していただきたいというのが、私からの、本日の提案です。まあ、ちょっと一気にいろんなことをお話ししているので、まあまあ神戸市北高校や三田学園のその撮影している内容とかを見ていただいてね、まあどのあたりが蒲田発電に適しているかっていうところを基本的に各自治体で、自分たちで歩いて、撮影するなり確認するなりして、まあ、地図にチェックでもいいでしょうし、まあ、そういうふうな形で対応していただけたらなと思います。だからまあ小中学校も含めると、数千校、かまど発電、まあ、2000校を超えてくるかもしれません。で、やっぱりそこまでなってくると冬場の発電量もバカにならないと思います。あと火葬場をそのできるだけ木炭などに使用、切り替えると、こういった形によって、まあ、ガスの消費も抑えてと、これによるプラスマイナスの効果はだいぶあると思いますんでね、行政の皆さん、早く、動いていただけたらなと思います。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、一応言っておきますけども、請願法による、まあ、陳情ということで、まあ、各観光省への提出ということに法律ではなっていますけども、まあ、この辺のところはね、今の IT 社会をうまく利用して、まあ、私の喋ってる内容を聞いていただいて、まあ、各、大臣の方へ、話を上げてもらう、国会の方に話を上げてもらうと、まあ、そういった形で対応してください。で、正直、こういったところを採用していただいた限りはある程度何か金一封とか、いただけたらなと思います。皆さん、できるだけ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。もうとにかくね、早く行いましょう。余計な工事してる部分をまず何とかしたい。それもエネルギーの消費につながってますんでね。この間加古川の河川を撮影しに行ったら、高速道路の近くにまた新しく高速道路みたいなものを作ってる。まあ高速道路じゃなかったとしても、こう橋脚を入れてね、高速道路みたいな橋を、道路をかけようとしている。で、その行く先がゴルフ場である可能性があると。で、そこまでするものじゃないですから、ゴルフっていうものは。ゴルフ場がたくさんあったら、それだけ車とかで行かれるでしょ、ゴルフ場に。そしたらそれだけガソリンを消費するし、それだけ世の中に車が出回るっていうことになりますから、車を加工すること自体でエネルギーがたくさん消費されてしまってるんです。基本的にみんな電車バス徒歩で移動なんですよ。ゴルフなんか遊びに行くものだから、電車バス徒歩で行ってください。で、ほとんどのゴルフ場、まあ、日本全国でまだ500カ所ぐらい、ゴルフ場があるかと思うんですけども、そのほとんどのところは、7割方は太陽光パネルで、設置して封印してしまいましょう。そうしなかったらエネルギーの消費の方の、分をね、なんとか抑制しなかったら話になりませんのでね。で、あとは、65歳以上の人から免許証を強制返納で車を強制売却。そうすることによってガソリン車が溢れ返るので、新しく、ガソリン車を作る必要はなくなる。そうすることによってすぐにでも、ガソリン車の、生産停止。まあ、そういうふうな形で物事を動かせると思います。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、あと、チャンネル登録と、あと、まあ、学校の方でも、学生さんたちに僕のそのホームページの、例えば55番かまど発電のところは学生さんに
とても深く関わってくるので、教育的な部分でね、学校の授業中にでも見せてあげてください。で、そうすることによってね、あと36番に記載している内容はそれは事実ですので、国連の発表しているデータでありますんで、その内容をしっかり読んでいただいて、しっかりと説明してあげてください。自分たちの未来は自分たちでどうにかするしかないんだよ。それにはまず節約を覚えてもらうしかないんだよ。その解決策はホームページ淡井圭介の駅の58番にしっかりと載ってあると。で、まあ、みんなで協力して、進めていくしかないと、まあ、これは事実ですんでね、皆さん、チャンネル登録と、あと僕は YouTube アップロードした時に着信通知が来るように設定しておいてください。あとは、着信通知の設定が分かりにくい人は、最寄りの販売店とかで聞いていただいたり、周りの人に聞いていただいたり、いろいろ機種とかが増えてますから、スマートフォンにせよ、iPad にせよ、パソコンにせよ、着信通知の設定の仕方がいろいろ、その機種によってね、違う可能性があるんで、その辺もね、本当は一元化してほしいんですけども、まあ、できるだけ、周りの人に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あとはインターネットで自分で調べるとか、まあ、何かそういうふうな工夫をして、対応してください。で、保護者の方たちが、しっかりとホームページ淡井圭介の履歴、特に36番、解決策の58番だとか、地震の発生の仕方97番だとか、あとこの蒲田発電とかね、そういうようなところを見ていただいて、どういうふうに生きていくべきかっていうところをしっかりと考えていただきたいなと思います。もうね、義務教育で髪の毛染めたらダメだっていうことを教えてもらっているのに、髪の毛なんか染めてる場合じゃありませんよ。その髪の毛を染める薬品を作るのに加工する工場があって、運搬することによってガソリンとかは消耗されています。髪の毛を染める必要な、もともとないんですよ。で、ご年配の方とかで髪の毛染めてる人いますけども、白髪が増えてきたからこそ、今までご苦労されてきたんですねっていうような会話が出てくると、白髪頭を見ることによってね。だからその辺のところで、髪の毛染めること自体がものすごくかっこ悪い行動であると、そういうことをね、しっかりと、認識していただけたらなと思います。親がそれじゃ話にならないですよ。まともな子供は育たない。まともだと思ってるだけ。公務員のレベルはものすごく低いですから、してる仕事の質が。例えば昨年の7月ぐらいに3万円の給付金の話がニュース、まあもう少し6月ぐらいからもありましたけども、肝心課の目の区役所の、公職員証を持ってる方たちですら知らなかったんですよ。私ニュース見てないので知らないですって。市役所の方から情報降りてきてないんですかと、まあ区役所の出張所のところでしたから。上から何の情報も来てないですと。まあ、こういうふうな状況なんでね。公務員だからしっかりしてるとか、しっかりし、してないだとか、これはもうその人に言わないと分からないんです。これがこの世の中の実態。世の中の働いてる人の、7割ぐらいの人は、仕事が自分ができてると勘違いしてるだけの人たちばっかりです。もう法律とかも変えなかったら絶対そうなります。人材派遣業法とか日給歩合できたかとか、ああいうふうな余計な法律があると世の中めちゃくちゃになるだけです。余計な裁判増えるだけですんでね、国家賠償法とかで。だからそれで、裁判所の人たちの負担も増えてしまうことになってしまいますし、余計な手間が結局かかってしまうんですよ。だからそれをすることによって、で、いちいち裁判所まで行かなくて済む、裁判もしなくても済む、そうすることによって裁判件数が減る、まあ、労働基準局の、負担も減る、そうすることによってエネルギーの消費が減る、こういうことになります。だから考え潰した結果っていうものがあるんでね、この間も、内閣、岸田総理等に相談して、文部科学大臣の女性の方がね、髪の毛染めていたから、もう、あんた無理だよって。
文部科学大臣っていうことは、教育委員会とかの長であって、ね、各学校の長であるんだから、そんな人が髪の毛染めてる。話なんないよと。あんた大臣になる資格ないよっていうことで、私より年配の方でしたけど、降ろしました。私からの提案で。できますから。世の中、正直私から言わせたら、あんた舐めてるでしょっていうことになるんですよ。義務教育で髪の毛染めたらならないことぐらいみんな教わってます。それは裁判所で髪の毛を染めたらダメだっていうことをとぼけられないようにするためです。ホームページ淡井圭介の履歴の、一番上の欄の目次のところを見てください。まあ、スマートフォンだったら、3本線のところをタップして、それから、ホームページのところの各欄のところへアクセスするようになってると思うんですけども、その目次、まあ、その後いろいろ記載しますけども、自分の電話番号だとか、そこに私が中学生の頃のね、航空写真があります。それ見ていただいたらよくわかると思います。港川中学校っていうところは、神戸地方裁判所のすぐ近くなんですよ。歩いて、まあ、15分ぐらいのところですね、ゆっくり歩いても。で、まあ、男子生徒、1年生から3年生まで中学生なんですけど、全員丸刈りです。そうすれば髪の毛染めるようなやつは出てこないだろうと。まあそういうような発想でね、義務教育でしっかりと教えてるんでね。これが昔の良い教育でもあり、まあ高校野球の学生さんの良いところは全員丸刈りにしてるところなんですよ。ほぼ全員丸刈り。まあそうすれば髪の毛染めるような人間出てこないでしょ。で、学生でタバコなんか吸ってたら、まあ昔 PL 学園っていう学園がありましたけども、野球部廃部になったでしょ。それぐらいのこと、私みたいな、方たちが動いて話持っていきますんで。だから、学校が、民営化されて、お金稼ぎのためにね、選手は、まあ、中学生で有力な選手を集めてきて、で、甲子園出場で、生徒を集めようと。そういうような作戦は通用しませんから。もう私ははっきりと言っています。プロ野球選手にしろ何にしろ、地元の、まず高校や大学へ行きなさいと。で、各プロ野球の球団に入るときは、これは各プロ野球球団の、まあ、オーナーさんたち含めて、監督は全員知ってます。各地元の選手がその地元の球団に行きなさいと。こういうことを言っています。それをしなかったら余計にエネルギーの消耗が増えるからなんです。いろんな意味で。以上、話長くなりましたけども、皆さん、ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録や、着信通知の設定のほど、よろしくお願いいたします。あと、自分の身の回りの人間の方に、ホームページ淡井圭介の履歴、これをしっかりと見なきゃダメだよと。こうじゃ、これを見なかったら、急にエネルギーの輸入が止まって、日本人は1億人以上死にます。それはそんなに遠い未来ではありません。このままの状態だと。ガスの残存量が先ほども言いました49年分です。石油に関しては54年分です。全然足らないです。これが現実です。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。